じゃあ今回もノーザンライトやっていきたいんですが、まずは火ですよね。寒さ対策しなきゃすぐ死んじゃうんで。あ、来た。毎回同じ場所なのかな？わあ、場所ランダムなんだ、毎回。なるほど。どこだ、これ。あ、結構今回島の真ん中か。あー、マップ。はい。こっち側が南か。待って待って待って。なるほど。これ毎回ランダムにスポーンするんですね。まずは拾って。これって破壊は何なんだろう。あ、島からの脱出。あ、石がある。石も拾って、これも破壊できるのかな。いや、破壊しても何も手に入んないのかな。で、前回のプレイで服を解体すれば、ロープが手に入ることは分かったんで。なんか建物だな。重い。で、クラフトも。石のナイフクラフトするか。ハーブ。これもなんかいろいろ効果ありそうなんですよね。ハチェットがないとダメと。樹皮だからこれで取れそうですけどね。もっと違う木なのかな。あ、チャーガ。これがキノコか。キノコはいっぱいあるんですよね。で、あ、鳥の巣ありましたね。生卵と巣。この巣は火を起こす際の北地になると思うんですけどね。あ、ここにもある。うん。これは重要そう。石。まあ、石ばっか拾ってもしょうがないかな。今どこだ？南に行きたいですよね。南だから、あ、キノコが 南こっちですよね。赤松茸。あ、松茸？いいんじゃないですか？ああ、もう雪って。早いな。猫もすぐ天気悪くなるんだな。移動移動。なんでもいいから。ああ、鳥が死んでる。大体。鶏肉をゲットですね。とにかく寒さが T でステータスとか今の状況、マイナス19、11.9度、マイナス15。この寒さメーター、一番下のメーターが全部下がると、凍え、凍傷の危険性が高まる感じですね。建物を探したいけど、未知のキノコ。石ころはもういいか。樹皮がないなぁ。チャーが。これで取れないのかな。やっぱハチェットを作んないと。あ、松ぼっくり来た。これも北地になりそうなんですよね。あ、だいぶ橋のとこに近づいてるな。橋の近くなんかあると思うんですよね。あ、また鳥だ。とりあえず。建物の中に結構ご飯類は多かったんで。あ、松ぼっくり。そんなに食料もいらないと思うんですけど。あー、これは渡れないか。もうちょっとこっちか。渡っちゃっても良さそうだけど。ああ、橋見えてきましたね。橋壊れてんな これダメですよね。近くに建物ないのか。これってそのまま渡ると凍え死ぬ。あ、ここはいけそうだな。ああ、普通にいけた。ただ建物がないなぁ。この辺りになんかありそうですよね。これはなんか意味あるの、ピンは。ここのエリアになんかあるっていう意味なのかな。なんか赤枠で出てますね。ちょっと探してみるか。チャーが。ああ、これか。
ロープ。あ、ロープ取れましたね。こっからもロープ取れるのか。はい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 。あ、これで、いろいろ作れる。石のハチェット作ろう。ロープ、こっから取れるんだ。木から取れましたね。手持ちドリル。木の棒とスプルースの樹皮。これが欲しいんですよね。ロープはかなり重要なの。あ、巣がある。まあ、木の棒は木の棒で。あ、ロープありますね。樹皮もここにありそうだけどな。あ、いかん、間違えた。あー、火を、暖を取らないと。あ、いっぱいロープある。ロープめちゃくちゃあるな。なんとかなるな。他なんか作れるものは？木の棒のナイフ、スイート、あ、スプルースの樹皮。これを探さなきゃな。松明とかあります。松明、火つけれん。石のスピア。石のスピア一個作ってみようか。これか。それはいいんですけど。寒さが。この木の周りをいろいろ見てみよう。多分樹皮だからここにあるはずなんで。スプルースの樹皮さえあれば、火が起こせるはず。ないな。こういうやつか取れんのかな。あ、この木とかかな。これを、取れないですね。ロープはもう分かったんで。スプルースってどういう木なんだろう。ああ、寒くなってきちゃった。スプルースの樹皮がないとダメですね。ああ、また切っちゃった。切ると巣とかもなくなっちゃうんだな。これで、あ、収穫する。お、なんかいろいろ。これでいけんのかな。羽毛、巻、巣、収穫。木の棒になるな、これは。ただ木の棒になるだけで。寒いのわかるんですけど。火が起こせないことにはどうしようもないからな。待って待って、スプルースの樹皮が本当にわかんない。こういう木じゃないのか。この木ではないっぽいですね。これかな。木の見分け方がよくわかんない。ロープはある。でもロープはあるな。あ、測量来た。そこにあるみたいですね。あー、このままこっち側にあるっぽいな。北方向、こっちか。いや、スプルースの樹皮がない。建物内にストーブとかあればいいんですけどね。向かうか。あ、なんか音がする。あ、こういう木から取れるのかな。これかな。あ、松の樹液。松だから違うか。樹液の軟膏が作る。なんか音がしてる。これは？あ、スプルースの樹皮あった。よしよしよし。こういう感じか。これで火が起こせるぞ。なるほど、わかった。あれがスプルースの樹皮か。ドリル。何個必要？あ、手持ちドリルいけた。これで、あとは薪か。とりあえずスプルースの樹皮見つけた。あ、落ちてんですね。結構レアだな、じゃあ。あ、これで火起こせる。こちらか。ス
クルスの樹皮もっと欲しいですね。わかったわかった。エナジーバー、はいはい。鳥も死んでる。ハチェット壊れそうだな。ハチェット壊れた？わー、耐久値は全然ないんだな。建物はどこだ？もうこの近くですね。とりあえずここら辺も取って、家の中で暖を取って、あ、道がありますね。この先かな。やばい、寒さが。あー、標識もある。おー、川沿いの村。村来ましたね。よし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 。ここでゆっくりしたい。誰も人いないのかな。車も止まってる。中入りましょう。あ、これはいけるでしょう。寒い寒い寒い。あ、そのまま入れると。あ、ばばばば。あ、抗生物質。照り焼きライス。あ、ご飯はいっぱいありそうだな。クリスマスなのかな。暖炉は何もない。あー、衣服。これは収穫しちゃおう。ロープにしましょう。クリスマス仕様になってるのかな。クリスマスツリーとかありますね。あー、ハチェットで壊せるんだ、こういうの。冷蔵庫。ブルーベリージュース飲むか。そんなでもお腹とかあれは減ってないと思うんですよね。ここ暖炉がないな。移動しよう。違う場所へ。温まってたかな、少しは。しっかりと温まりたいじゃない。よいしょ。あ、ここあったかそう。人はどこ？あ、インスタントラーメンがある。寒いですね、やっぱ。あー、モスとか。鎮痛剤とか落ちてるな。ドライフルーツ、コンデンスミルク、包帯。ドライフルーツ。大量だな、インスタントラーメン。あ、調理鍋いいじゃないですか。結構持てる。重量いっぱいか。これ段取る？ちょっと他の家もさっと見てみましょうか。多分、村のあれなん、村、あ、教会があるな。こっち側の家とかいないのかな？そこ2階建てっぽいですね。ここでかい家だな。雪だるまとかいろいろある。すごいな。雪だるまかわいいですね。ただ、早くしないと死んじゃう。ここら辺でもうた、巻き、あ、置いて、焚き火するか。抗生物質とかあるけど。これは収穫。照り焼きライス。この家も暖炉ないのかな？こんな立派な家なのに。ああ、この家めちゃくちゃいいですね。寝ることもできると。鎮痛剤。2階。マッチとかはないんですよね。ガラガラだな。焚き火しましょうか。寒さがやばいんで。ここに、屋内で焚き火できるのかな。火起こし、あ、いけそうですね。手持ちドリルじゃなくて、ホースをまず、お口にして、で、これかな。あー、燃料は薪？あー、いけましたね。で、薪を、ん？いけた？で、お肉を焼くか、鶏肉。あれ？いけてる？わかんないんですけど。あ、調理スポットだから、鍋を置けばいいのかな。え？うまくいかないんですけど。まあ、燃えてるんですけど。あ、いいですね。あ、暖が取れてる？どうやって調理するの？これ。調理、あ、調理スポットに直接やんなきゃいけないんだ。わかった。そういうことか。
調理スポットに直接いいをして、あーいけたいけた、水これで溶かせるんだ。はい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 、あーわかったわかった。だこっち側で直で、あー直置きなるほど、わかったわかった。これどうなの寒さは、あ、ちょっと上がってきたかも。あ、いいですね。よくわかんないけど、できた。あー、あったかい、あったかい。それでいけるんだ。水はまだかな。あ、閉所恐怖症にもなんの？まだ全然いないけど、中に。閉所性発熱症リスク。あ、ここ熱すぎるってこと？そんなリスクもあんの？41度前熱が、気温が上がってるんですよ、この屋内。あ、ちょっと下がると寒いけど、いい温度がないな。0.1 か、41度しかないんですけど、これ。どうしよう。そんなバカな。水は？これで水を、消費する。あ、飲んだ。黒焦げになっちゃった。嘘でしょ。ゆで卵とかできんのかな？それもチェックしてみるか。手探りで探さないといけない。雪はいくらでもあんのかな？生卵とかいらないの？入らないのか。今度暑すぎるみたいですね。参ったな。あ、マッチあった。マッチありますね、ここに。マッチがあったのはいいんですけど。コーヒーパー、あ、コーヒーとか飲めそうだな。とにかく、ちょっと温まりたいんですよね。コーヒーパウダーどれ？インスタントラーメン作ってみるか。あ、いけたいけた。インスタントラーメン入りましたね。あ、待って、黒焦げになる。黒焦げになっちゃう。あ、消費度がマイナス2。とりあえず、あ、インスタントラーメンとかできましたね。もういらないか。消費度プラス5。あ、いいですね。なるほど。コーヒーパウダー。ちょっと調理方法。水が沸騰すればいいのか。でもご飯いらないな。今日ここで寝たいけど寒すぎんのかな。どうすればいいんだろう。寒さ対策が大変ですね。コーヒー飲んでから他の家も行ってみるか。あ、これダメなの？コンデンスミルクとかもダメか。生卵とか。あ、いけたいけた。あ、ゆで卵いけますね。41。あー、でもあったかさはいい感じに戻ったな。このまま火つけて寝ればいいのかな。ここはどうなんだろう。寝たら死ぬのかな、やっぱ。寝たいんですよね。はい。ゆで卵。これ一個ずつやらなきゃいけないのか。あー、4日間持ちますね。あー、いいな。これ一気に調理できないのかな。ゆで卵一個ずつ作るの結構大変だな。鶏肉も茹でたら美味しそうだけど。これって、バラバラにできないな。あー、右クリックでできるんだ。はいはい、あ、1個でだいぶ OK ですね。で、これも収穫。あ、木の棒できますね。弓作りたいですね。弓と、弓矢。ゆで卵。鶏肉は？あ、鶏肉も入るんだ。あ、よしよしよし。これで、茹でた鶏肉。いいですね。鶏のスープができんだ。飲んじゃうか、これ。飲むしかないですね。鶏スープできた。あ、弓が、これか。一発撃ってみるか。お！結構揺れるな。あ、で、回収できますね。弓じゃないですか。難しいな。これ当たらなそう。これ弓照準が相当難しい。はい。ゆで卵も大量にできたけど。
まあいい食料にはなりそうですね。あ、でも生卵の方が持つのか。0度だったらここで寝れば助かりそうな気はするんですけどね。よし、このゆで卵できたら寝ましょう。とにかく一晩を無事に終えたい。ここで焚き火やればよかったかな。あ、始まった。あ、やっぱこう、まあでも寒さは大丈夫ですね。あ、よかったよかった。スペースで起きるのか。あー、寒くなりそう。いいですね。なるほど。朝の6時ぐらいまで。あ、起きた。あ、ゲームがセーブされましたね。おー、よし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 。いけたいけた。